まったくスレイのやつ、もうちょっと警戒するもんだろ。仲間外れが寂しいのね。声が届かないのって本当にもどかしいですわね。みんな、スレイ元に戻ったのか。本当よかったですわ。いなくなったのかと、すげえ焦った。ヘルダルフとかいう獅子の顔の男、あの時一体何をしたんだ。考えたことない？二つの領域が重なったらどちらの加護が強く影響するか。どういうこと？スレイさんの同志としての領域がかの者のそれに打ち負けたのです。そのせいでスレイの霊能力が一時的に麻痺したってわけか。しょうがないわ、ドラゴンよりも強く汚れた領域を持っているんだもの。ヘルダルフ、あいつがサイカの剣士なのか。まず間違いないでしょう。あれほどの汚れをまとうものは他にないと思いますわ。じゃあ、あいつがあれほどの汚れと力を持ったのは何か理由があるってわけか。当然だろうな、あんなのが自然に生まれてたまるか。それを知り、スレイさんが答えを持ってかの者に挑まなければ。あ、スレイさん、何ブツブツ言ってるの。ああ、ここに仲間がいるんだ。は？天族なんだけど。そういうの笑えないよ。ライラ、彼女ならあれで声が聞こえるんじゃない？そうですわね、やってみましょう。何？耳を澄まして、どうぜ。ロゼさん、聞こえ？ちょっと、ローゼ！ローゼさん、落ち着いて。聞こえない、バカ、離せ！ローゼ、聞いて。お化けだぜ。タブーに触れちゃったね、どうしたの。同僚、そっち系点でダメだから。そうですか。同志、楽にしててくれ、何かあったら呼ぶけど、しばらくここにいてもらうよ、君への対応が決まるまでね。